Some people have written books, some have a great look. What about the color? It's like a kid to a 17, but I don't know what to do. おはようございます。いい天気になりましたね。めちゃくちゃ天気いいですよ。週間天気予報ではね、雨って2日とも雨ってなったんですけど、バッチリです。めちゃくちゃ青空ですね。めちゃくちゃ気持ちがいい。しかもめっちゃ涼しい。肌寒いぐらいですね、半袖だと。心地いいですよ。心地いい朝やわ。でもうね、ちょっと昼近くなっちゃいましたね。もうね、レートチェックアウトにしたんで、もう時間もあるんで、もう朝ゆっくりしちゃいましたね。もうゆっくりね、もう朝ね、ボケーと寝てましたね。最高やわ、本当に。やっぱキャンプ最高。そして今からね、朝ごはん兼昼ごはんを作っていきたいと思いますね。おー、いい感じ。いい感じ、いい感じ。完璧やん。よし、大判焼きの方ね、ホットケーキミックスで作っていきます。ホットケーキミックスだとね、膨らんじゃうから、きっと焼いた時に膨らみますよね。だからちょっと少なめで焼いていきますね。どれぐらいに調整したらいいか。赤い、このホットケーキミックス、極もちって書いてるんですよね。これめちゃくちゃ美味しそうでしょ。これめっちゃうまそうやった。
これメープルシロップ買ってこりゃよかった。あ、それ最悪。よし、この一袋に対して牛乳170とあと卵1つって書いてましたね。よっしゃ、作っていってみましょう。170か、2袋使うんで320、340ですね。340の牛乳使ってきます。うわ、すげえ、もうきめ細やかな粉ですね、やっぱり。あー、腹減ってきた。さあ、牛乳を170って難しいな。50きました。こんなもんかな、170。おお、卵2個ぐらい入れた方が美味しいかな、これ。ちょっとね、これ卵がちっちゃいんでね、2個入れちゃいます。これ腕玉すぎやな、ほんまに。よし、むくね、これ。黄身もさ、なんかごっつい、なんかダラーってしてんねんけど、これここにね、牛乳の方入れていきます。よっしゃ、案外ボールいっぱいになったな。あれ、おお、こんなに入れちゃっていいのかな。あんまりね、混ぜすぎたらあかんって、ホットケーキの時はね、聞きましたね。よし、ちょっとね、一回だけちょっとお試しでね、どれぐらい膨らむかね、焼いてみますね。まず一杯だけ入れてみよう。あー、これ入れすぎかな。これでも入れすぎかもしれませんね。これぐらいがちょうどいいかな。よいしょ、うわ、真っ黒クロスケになってますね。最悪。でもね、1回目でこれで勉強したんで、ちゃんと弱火でやっていきますね。これで消して、もうね、さっき学んだんで、今回はね、もう余熱で焼いていくことにしました。余熱で焼いて、ちょっとずつ焼いていきますね。これもそこまでね。さっき焼いた生地だけでも美味しかったですからね。かなりのうまさ、もちもち感出てましたね。あれで焦げがなかったらな、多分美味しいと思うな。めっちゃ膨れてきよる。やっぱ余熱で全然いける。鉄板がね、めちゃくちゃ分厚いからね、これ余熱で十分ですね、これ。よし、めっちゃ膨れてきよる。うわ、いい匂い。あー、メープルシロップかけたい。というか、これなんか屋台のチンチン焼きの匂いするな。もうこれ焼けてきてます。お、焼けてるわ、やっぱり。これ焼けてます、これね。こっちのオン、よっしゃ、いけた。次はこっちからかな。あ、これくっついてるか、これ。やばい、やばいか、これ。ここくっついてるかが、かなりやばいぞ、これ。案外ね、油かなり塗ったんですけど、まあ、もう赤も焦げついとる、これ。焼きついとる、これ。これダメやな、これ。ショック。真ん中だけは何回いけてるんですけどね、周りはもうへばりついちゃってる、これ。せっかく買ったのに、もっと油塗った方がいいのかな。見てください、ショックです、これね。これ
こういう鉄板でシーズニングって必要なんですかね。めちゃくちゃ焦げつくんですよこれ。中古で買ったんで、ここにね、焦げっていうんですかね、焦げてるとこにへばりついちゃうんですよね。焦げが残ってたんですけど、そこはまあなんとか油引いたら大丈夫かなと思ったんですけど、全然ダメでしたね。でもうぐちゃぐちゃになっちゃいました。ぐちゃぐちゃの大葉焼きって言えるかな、これ言えるかな。熱熱熱、こんな、あ、こっちかの方がまだマシかな。ぐちゃぐちゃの大葉焼きです。まだ真ん中はね、この焦げがなかったんで綺麗でしたね。このね、雷大根みたいな感じのこのマークが出て欲しかったんですよ。これ中古品で見た時にこれかっこいいやんと思ったけど、ショック。これでもちょっと出てますよね、これね。よし、食べてみますね。うまそう。あく、うまい。当たり前ですけど、これホットケーキミックスとあんこは合います。めっちゃうまい。しかもこの焼けてるね、カリカリのとこがまた合う。これうめえわ。あんこが熱くてうまい。ちょっとね、割ってみますよ。ほら、あんこたっぷりたっぷり、うまそう。これね、大判焼きのね、鉄板がもう使えないんで、今回はもうどら焼きに変更です。どら焼きに変更しちゃいます。そしてこれ、小倉マーガリンっていうの聞いたことがあるんで、小倉バターにしちゃいます。バターしか持ってなかったんで、まあ、マーガリン持ってないんで、ここにバターを合わせて混ぜていきます。混ぜ込んでいきましょう。わわわわ、熱加えた方がいいかな、これ。もう、これもね、このフライパン自体がちょっとご飯系の香りがしてるからな。ちょっとね、大丈夫かな。うわ、ちょっとね、なんか焦げてますね、これ。ちょっと返してみますね。せーの、おいしょ。ああ。よいしょ、よいしょ。まあ、よしとしよう、これは。真ん中だけが熱かったんかな。返してみますよ。よしよし。おりゃ、おーおーおー、いい感じ。いい感じに膨れて美味しそうやわ。もういいかな、こんなもんで。1枚目できましたね。これと卵。よし、2枚目できましたね。2枚目できたんで、このね、熱々なうちにこれね、小倉マーガリン塗っていきたいと思いますね。で、
さつなうちにね、もうね、この小倉マーガリンをね、マーガリンじゃない、小倉バターをね、まんべんなく塗っちゃいますね。おうまそう。あ、これちょっと冷めてんな、こっちは。よし、うまそう。できました。あちゃあちゃあちゃ、こっち熱いか。できちゃいました。手作りのどら焼きです。めっちゃうまそうですよ。香り最高。そりゃそうですよね。はい、もうホットケーキミックスですから。食べてみますね。さあ、もう大判焼きからね、もうグダグダですからね、さっきから。あ、これもちょっと焼き加減がちょっと微妙やけど、いただきます。うん、僕らマーガリンいいわ。マーガリンじゃなくマーガリンじゃなくバターの方がいいかな。うん、これはこれでありですね。メープルシロップももちろん私大好きです、大好きですけど。挟んでからね、これ温めた方がなおさら美味しい。うん、よし、ワンちゃんたちのご飯作っていきたいと思いますね。火つけちゃおう。さあ、鉄板の方もね、温まってきたんで、胸肉の方、鶏胸ですね、今日は焼いていきますね。うん、炒めてきます。いい音してるな。見てください、ほら、この鉄フライパン、もうね、もうくっつくことないっすよ。もうほぼほぼくっつかねえ。シーズニング成功しましたね。やっとね、シーズニングのね、やり方が分かりました。もうこれは確実っていうシーズニングね、また動画にしますね。さあ、ここにブロッコリーも入れちゃいますね。あ、ここにこの豆乳の方を入れていきますね。豆乳入れて、ドバドバドバ、よし。そして色味の野菜も入れちゃいますね。そして色味の葉っぱ入れちゃいます。お、うまそう。これでいいでしょう。もう鶏胸肉の豆乳仕立てになりますね。もう美味しそうや。これ煮つ、もっと煮詰めた方がうまそうやけどな。まあ、こんなもんかな。よし、火の方止めてきます。余熱も取れたんでね、よそっていきますね。よいしょ。食べてくれるかが心配ですけどね。
おーおーおー、小豆の方が今日がっつりとるな。なんかあらあら、今日小豆師匠あれやな、今食べよう。師匠師匠、小豆師匠めっちゃ食べますね。あずきちゃん完食ですね。完食しちゃいました。お、二人ともよく食べたな。撤収の方終わりましたね。あー、めちゃくちゃ心地よかったです。めっちゃね、ゆっくりな時間過ごせました。ちょっとね、大判焼きは失敗しましたけど、めちゃくちゃ美味しくいただけましたね。ホットケーキですね、ほとんど美味しかった。さあ、気をつけて帰りたいと思いますね。さあ、帰ろうか、帰ろう帰ろう。見てください、雨降ってきてるんですよ。あー、よかった。なんとかね、キャンプしてた時雨降らなくてよかったです。見てこれ、案外降ってるでしょ。ほんま今年の俺ついてるのかもな、これは。ついてますよね。